そしてお待たせしました、エンジンから飛び出してきました大倉君のマスコット、スーパークローズズズズズズズーパークロー、今日もよろしくね。それではみんなも楽しみにしている昨日も大いに盛り上げました。スーパークローの今日も一言いきますよ。 SMBC 日本シリーズ、皆さん早くからご来場誠にありがとうございます。スーパークローからのウェルカムコメントです。何々、私が東京ヤクルトスワローズの T ・パクローこと、つば九郎です。よろしくどうぞ。 T ・パクローこと、つば九郎ですね。はい、吉田選手、あ、ラオウ選手ということは、杉本選手といえば、おしゃれで名門、青山学院大学、略して青学出身。そうなんですよね。はい、あ、ちゃんと気づいてくれてますね。ありがとうございます。はい、学校は渋谷、最寄り駅は表参道、シャレオツです。ひょっとしてチーム内ではおしゃれでかっこいい。パリで通っているのではないかと思いますが、はい、エンジンもできましたので、ぜひこの後聞いてもらいたいですね。青学野球部はちょっと違うぞ、ベスト5いきましょう。お、学校は渋谷表参道ですが、野球部の寮は相模原、最寄り駅は富士の目だ。渋谷キャンパスが良いと思いきや、大半は相模原のキャンパスだということなんですね。そうかそうか、はい、青山、原宿、渋谷などで遊んでいるかと思ったら、ほとんど打ちのめだ。行きつけは打ちのめ駅、徒歩7分、町中華の新興県だ、壁の距離 3.15 だ。はい、いや、本格的な調べですね、つば九郎。はい、たまに渋谷に行くと迷子になる。それはどなたですかね。あ、なる、なるそうです。同じ選手います。はい、寮からバスで神宮球場に試合に行くと、たまに車酔いすると。はい、はい、つば九郎。あ、どうだ、エンジニアってちゃんとヒントって書いてますね。そんな大学時代のお二人は、神宮で大暴れしましたが、日本シリーズでここまで小暴れしてますか。大暴れはご遠慮ください。ちなみに今日スワローズ先発、石川投手も青学ですが、はい、先輩になりますね。綱島寮でした。そうだ、綱島寮は温泉が出ていたそうです。はい、細かい芝田、つば九郎、どうもありがとうございました。明日は宮城投手です。お楽しみにということで、予告したこと行きましたね。はい、こんな感じでお送りしましたが、杉本選手も吉田選手も拍手いただきまして、どうもありがとうございます。つば九郎の思いが届いてよかったです。以上、今日のつば九郎の一言でした。青コースも詰まってきてますね。SMBC 日本シリーズ2021、東京ヤクルトスワローズ対オリックスバファローズ第4戦の予定タイミングの音楽、並びにアンカイアをお知らせいたします。平行のバファローズ1番センター福田、吉田正尚、3レフト吉田、背番号34、4番ライト
長杉本、4番ライト杉本、背番号99、5番ファースト T 岡田、5番ファースト T 岡田、背番号55、
西本、レフト、山地、ライト、吉本、公式役員、